今朝入っているニュースをお伝えしていきます。能登半島地震の発生から今日で1ヶ月。今もなお1万4千人余りが避難生活を送る。岸田総理、政務活動費は適切だと強調し、使い道についての説明を拒否する考えを示す。 安倍派、過去5年間でおよそ6億7000万円の不記載が発覚、政務官2人は辞任。ミャンマーのクーデターから今日で3年、期限を迎えた非常事態宣言を6ヶ月延長することが決まる。琴ノ若が大関昇進。 さて、まずは元日の夕方に発生した能登半島地震から今日で1ヶ月ということになります。はい、石川県では昨日31日時点で14,643人が避難生活を送り、このうち9,557人が今も 体育館や集会所といった一時避難所305カ所に身を寄せているということなんですね。えー、やはりその避難をした先で体調が悪化したり、まあ、過度なストレスがかかってね、うんえー、心身に支障をきたして、それがこう死の死に繋がってしまう災害関連死を防ぐということから二次避難などを呼びかけているんですが、うん、やっぱり地元から離れたくない、そしてまあ離れられない、うん いろいろ様々な事情を抱えているっていうね。ねうねえー、だからこそ、うん、その一時避難所で過ごしているっていう方の数もなかなかこう減ってはいかない。今1万人を下回りはしましたけども、未まだ9557人の方が、体育館や集会所での避難生活1ヶ月ですよ。もう疲労もたまるだろうし、 やっぱり集団生活ですから、うんはい、あの、一部仕切りとかね、仮囲いのようなものがあったとしても、ね、プライバシーがね、守、ね、られないところもありますよね。ねえ、本当に大変な生活す、うん、余儀なくされております。えー、亡くなった方は238人、県はこれまでに、えー、合計129人の、えー、氏名を公表している、はい、ということですね。えー、そして安否ががからないといとう方が 未だ19人いらっしゃいます。うんえー、そして、一方心配なのが、新型コロナウイルスなどのま感染症ですね、はいえー。その患者が連日100人を超えていたということですが、うん、1>, 1月30日時点では合計52人を確認しているということです。やっぱりですね、あのー、受け入れ可能人数を一時超えて収容していたっていうこと、それだけ密になっていた、そういうことも一つ背景にあるんじゃないか ということです。はい、で、一方であの、二次避難を呼びかけていたわけですけども、その二次避難所のホテルなどにいるのは4792人で、全体の3割、えー、33%、3分の1ですね。3万人を超える分を用意していたということですけども、そのうちの7割を超えるのが県外なんですよ。ですから、やっぱりこう地元を離れる、ましてやその、 石川県を離れるってことへの抵抗とかね、そういうものもあって、なかなか思うように進まない、うん、まあね、本当、うん、知り合いもいない、縁もゆかりもない土地に行くというのは、ね、特に高齢の方に、うん、とってはね、ね辛いと思いまの困ったのは、やっぱり断水が解消、なかなかされない、ね、っていうことですね、8つの市や町で、およそ4万890戸で続いている。 もも、まあ、春にななるかもしれないやっぱり道がね、まだまだ、うん、あの寸断されているところもありますし、あと雪が阻んでいたりとか、えー、まあいろんなことがですね壁となって、えー、こういう復旧工事っていうのも思うように進まない、春ぐらいまでかかるんじゃないか、そして停電はほとんどのところで解消って言いますけども、はい、ただやっぱり特に被害の大きかった輪島、珠洲といったところでは、3月ぐらいまでかかるんじゃないか、もっとひょっとしたらそれ以上かかる ところももあるかもしれないいっていう、うん、停電もそんな状況だとそう,です、ね、そうなるとやっぱり仮設住宅とかを増やしていきたいんですけどもそれもなかなか一気にスピードアップとはいかない現状があります。さてて続いて政治です岸田総理は 昨日の衆議院の代表質問で政策活動費の使い道の説明を拒否する考えを示しました。西日本新聞1面からです。その使い道について答えは差し控えると述べました。 えー、統制拡大や政策立案のための支出だとして適切に使用されていると強調しております。まあこの政策活動費っていうのは政党から議員個人にまあ支出されるもので使い道の公開っていうのは必要がないものではあるんですけども。はい だからこそその不透明さっていうのが問題になっている。本当に使うべきところに使っているのかどうかっていうのが見えないから、うん、使ってますって言えばそれで済む。ね、じゃあ、ね、で、ましてや今信頼が揺らいでるって本人も言ってるわけですよ、岸田総理が。うんうん、だからこそつまみらかにしていくべきものだと思うんですよ。だから使ってるんだったら堂々と使い道を明らかにすればいいんですから。そうですよね なんかこう危機感が足りないというか、かね、本当に真剣にこれ、何とかしなきゃと<う>お考えなんでしょうかねで、ましてや、なんかまた、またなんか大きなこと言ったなっていうのが、あの解体的みたいに取り組むっていうでしょ、<あー S 2> 解体的って、本当ですかって、<laughs> それぐらい本当にやる覚悟があるのかっていうのは、ちょっと疑問が残ります、ねうん、リンクの飼月らなと、大空里子です。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ今夜もあなたにリンクリックをポッドキャストでもお楽しみいただけます Apple、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などで今夜もあなたにリンクリックと検索してフォローをお願いしますポッドキャストもリンクリックリ